の者に再び命を与えよ。ズジャー復活。ってか聞いて、エアコン壊れた言うたやん。そしたらね、蛍光灯も切れて買えることになってしもって、そんなことやったら冷蔵庫が欲しくなって、これを買ったらな、これを買ったらな、ペットボトルが入らへんねん。これこれむきゃー、なんでやねんと思ってたけど、岡村さんともなんか飲み行こうって言ったら行けないし、もうコロナだし、そしてこれをなんかモバイルライブ配信やろうと思ったらなんかできねえって言われるし、なんか時間がかかることがありますとか書いてあるし、なんならこれライブ配信できへんやないかと思ったら、なんかこれ価値ありそうな500円玉がいっぱい出てきたね。サブラになったり、マクドだかマックだかのスモーキー、たまんねえスモーキーバーベキューっていうのを新しく食べたら美味しかった。ほんで修理状況見たらなんか製品がアップルストアで発送されましたっていうから行こうかなと思ったけど、部屋掃除してたら事務所の漫画家さんの検索出てきたから、それ見てたり、昔共演したプロレスラーのウェマスのカオルさんのカードが出てきたから、それ見て裏怖え裏怖え裏怖え。そんなウェマスさんとカオルさんの裏側見てたら修理が完了したっていうから、よっしゃ行くぜって感じで行こうとしたら、なんとデータの消去されとるって言うじゃない。データが消去やで。今後使用するにはリターンキーを押してください。見事にまっさりになって帰ってきよったわこれ。なんだどこの島じゃこれとか思いつつもな、なんか勝手に新機能とかついちゃってるし、僕のマックが行ってなんか新しくなって、なんか知らない人になっちゃって、なんか新しい恋人ができた感じだよ。僕は前の恋人が欲しかったんだけど、でも新しい恋人もたまにはいいかも。で結局はこの島どこってなわけで、まっさりになって この物語は競輪界に戦いを申し込んだ熱血初心者の記録である。競輪界において全くの無名のこの男、毎回毎回負け続け、ついたあだ名は春うらら。その負け続ける原動力となった無謀とバカを余すことなくドラマ化したものである。お久しぶり、小倉最終日に何ですかリコよ。とりあえず目標はエアコンを買うこと。なわけで3年と褒め書の17からの1247からの13、あや12347、もう行ってるわ、出発してるわ。そしてそのままお久しぶりに座長が実況しちゃう。はい、そんなわけで先頭は先導車さんで、その後ろに本当の先頭1番さん、大野さんですね。その後ろに2番の安本さんと思っていたら、6番さんが空気を読まず前に上がってまいりました。続きまして4番さんのうねさん、続きまして5番の橋本さんが並びました。その後ろに7番さんの西田さん、その後ろに3番の時松さんでございます。ただいま何周目か全くわかりません。あと3周と出ております。今サイクリング状態でございます。4番さんと5番さんが仲良く走ってらっしゃいますね。何かおしゃべりでもしてらっしゃるんでしょうか。今先頭から1番さん、6番さん、2番さんと4番さん、5番さんがイチャイチャラブラブしております。ちょっと後ろが見えなくなっております。1番、6番、2番、4番、5番がイチャラブです。その後ろに7番さん、西田さんがそれを羨むように見ております。そしてその後ろに3番さん、時松さんは我関節。そんな感じで今もうすぐあと2周ぐらいになるんでございましょうか。あと1周で鐘が鳴りますけれども、まだまだあと2周ぐらいございます。今はまだまだサイクリングやっほいやっほいでございます。しかし4番さんと5番さんは付き合ってらっしゃるのかしら。名前は何かしら。うねさんと橋本、あと思ったら7番さんと3番さんがそれを尻目に前の方に行きました。今先頭は7番さん、3番さん、そして後ろに2番さん、おっと4番さんと5番さんが仲たがいしたのかなと思ったら、4番じゃない5番さんが先頭に一緒についてきました。4番さん、私も連れてって言わんばかりについていこうとしておりますが、3番さんが邪魔をして、3番さんがまるで5番さん、てめえ先5番とイチャコラしやがったらてめえこの野郎っていう感じで抜かせようとします。そのうちを通って4番さんが5番さんに追いつく。待って5番ちゃん、待ちなさいよ5番ちゃんっていう感じで、あと追っております。でも先頭は2番で、みんな2番さんが好きなのかなって気づいたら、もうすでに鐘は鳴っている。もうラスト1周でございます。2番さん、5番さん、4番さん、7番さん、3番さん、1番さん、6番さんと続いて7番さんが前の方に行こうとしてます。2番さんが抜かれる、2番さん抜かれます。7番さんと3番さんが出てきました。171241247、僕勝てるんですけど、7番さんが先頭です。これはいい感じではないでしょうか。3連単取ったらエアコンが買える。これがエアコン173、エアコンゲットだぜ。嘘でした、100円負けた。でもめけへん、エアコン買うまで
してこい。エアコンを僕にどうかくださいな。そして皆様、ケイデンス高速回転しております。ペダルを踏み続けております。7番さんが1番さんと一緒にラインを組んで先頭の方面に行きました。7番さん1番さん7番さんはいいんだけど、1番さんはそこにいちゃ欲しくないな。4番さん2着に上がってきてくれないかなと思ったら、3番さんが急に上がってきましたけれども、これはもうどうにも届かないんではないでございましょうか。僕のエアコンも届かない。174エアコン届かない。メガヘンよってなわけで、次オクラの最終日6です。3連投フォーメーションでエアコン買います。エアコンをもうエアコン買える資金が当たるまでもう座長が実況しますってなわけで、今早回し中。3連投フォーメーションで14からの1457からの1245なんで、もう金がなっております。さあ、あとラスト1周半でございます。4番さん1番さん7番さん2番さん3番さんじゃなかった、5番さん、その後ろに6番さん3番さんが最高峰、14は今先頭の方向にいらっしゃいます。これいい感じでございますね。その後ろに12457が続いてくださればそれでいいんです。そのままどうぞ41でいいですよ。41、あ、2が来てる、2じゃダメなわけ、1が絶対2番をブロックしております。大丈夫？これすごい金額になっちゃうんじゃないの。14当たってんだけど6がない。とアクシデントがありました。3番の小林が今ちょうど2センターのあたり再乗してゴールを目指すようです。とりあえず3番さんは無事やな、頑張ってゴールしようとしとるんやな、これはな。しかしものすごい落車でしたの。これ配当金どうなることやらやで。配当金が、3番さんが頑張っております。赤い色は3番さんです。3番さん買ってなかったね。14からの1457、12457ですからね。無事で何より、ご無事で何より。その後ろっていうか、まだ映ってない人たちは大丈夫でしょうかね。今一生懸命ゴールインっていうか、7番さんもどうやらやってこれそうですね。最後まで諦めず頑張るその姿勢、素敵やん。こういう人間にならなきゃあかんやん。最後まで諦めへん。ゴールウィン。お疲れ様でした。7番さん買ってたね。他の皆様はどうやら担架に運ばれて行かれました。しかしすごかったね。すごいですね。このリプレイもすごかったけどね。146のゴールのリプレイはいらないんじゃないかねとは思いつつもね、レースですからね。ハズレですし、エアコンには届かないんですけどね。あと審議中です。審議になりましたね。これ赤ランプが灯っておりますね。これは、どうなることやらでございます。お知らせします。ただいまのレースの審議の対象は2番、5番、および7番ですが、3着までには到達しておりません。決定1着1番、2着4番、これはとんでもねえ額になるでー。そんなことなかった。ラストレース、これにエアコンをかけるぜ。ミシャタンボックス1と3、3連投フォーメーションでエアコンゲットだぜ。今シリーズここまで未勝利ではあるんですが、存在感は存分にアピールしています。この松岡、あんたが重要。1番、そして3番はなんと57歳で短期なので、応援っていう意味も込めて13折り返しの二射炭です。そして13713571234575なので、もう金が鳴っております。最後ラスト1周となんでございます。これに私のエアコンがかかっております。今7番さんが先頭でございます。今1番さんと2番さんが